はい、ハリケンです。いつも動画ご視聴いただきありがとうございます。本日はですね、キャンプギアではないんですけれども、キャンプの時にも使えるですね、アウトドアギアとあえてね言わせていただこうと思います。プロジェクターのご紹介をしたいと思っております。こちらね、今回ご紹介するプロジェクター、まだね、私も使ってないんですけれども、かなり評判のいいプロジェクターということで、今回ね、商品提供いただいたものになるんですけれども、ご紹介していきたいなと思っております。もちろんね、ご自宅でも使えますし、キャンプの時にね、ちょっと周りの状況にもよると思うんですけれども、例えば車中泊の時の車の中で使ったりとか、あとはね、キャンプで周りの方に迷惑がね、かからない範囲にはなると思うんですけれども、大画面に映してですね、映画を見たりとか、もしくは何人かでね集まった時にゲームをしたりとかですね、そういったね使い方ができるんじゃないかなということでですね、今回ご紹介するねプロジェクターじっくりね見ていきたいなと思います。ぜひね最後までご覧になってください。それではね、本日ご紹介するプロジェクターなんですけれども、ダーン、こちらです。エモートンというですねブランドのN1 という商品になりまして、これねプロジェクターの中でもめちゃくちゃ売れてるらしいんですよ。 Amazon でも結構ね売れてるみたいなんですけども、楽天のねランキング1位を取ったりとかですね、結構人気のですねプロジェクターになってるみたいです。私はねプロジェクターというものは仕事以外ではですね、プライベートでは使ったことはないんですけれども、これがね、あったら家でも大画面でね、テレビとかゲームとか映画見たりもできますし、それこそね、先ほどお話ししたように、みんなでね、ワイワイとキャンプを行った時とか、私も去年ですね、キャンプ場を貸し切って、自分たちのイベントということでですね、キャンプイベントをやったことがあるんですけれども、そういった時にもですね、何か映像を流したりとか、ゲーム大会をしたりみたいな感じでですね、使うことができると思いますので、非常にね楽しみにしております。ではね、早速ちょっとまだね開けてないので、開けてみましょう。はい、ではね箱のこのねビニールの方取りました。ではね早速中身の方ね出していきましょう。こちらがですね、本体がねどれぐらいの大きさなんだろうっていうのもね気になるところではあるんですけれども、まず一番上にですね、ここに説明書ですね、日本語の説明書もねちゃんとありますね。ここに日本語の説明書もついておりますので、これね最大120インチまでのね大画面にすることができるみたいですね。このね距離によってこのサイズが変わるようです。1メーター半ぐらいだと60インチぐらい、3メーターぐらい離すと120インチぐらいに、ね、なるみたいですね。あとはねここに細かくですねマニュアルの方が書いてありますので、使う方はねこちらしっかりとねチェックしてみてください。そしてこれが付属品とかかな。ちょっとじゃあ先にこっちを開けてみましょうか。付属品の方がこちらがですね AC のアダプターですね。であとこれがねリモコンがねついてるみたいです。リモコンの方も出していきます。リモコン、こんな感じのですね、ネットフリックス、プライムビデオ、 YouTube のねリンク、一発リンクがついてますね。あとこれなんか入ってるかな、こんなもんかな中身は。そしてですね、反対側にあるのが、これがね、本体になると思うんですよ。そうすると本体結構ちっちゃそうですね。よっ、あ、すごいコンパクト。思ってたより全然ちっちゃいですよ。割と手のひらサイズ。上にはもちろんでかいんですけど、全体のこの本体のね、大きさ的にはこの手のひらにね、乗るぐらいのサイズ感になってます。ではね、こちらも出していきましょう。じゃん、こんな感じのサイズ感になっております。すごいちっちゃいですね。なんか可愛らしいサイズ感ですね。本当にほら手のひらサイズじゃないですか。一応サイズ感ね測っておきましょうか。この横幅が約 12.5 センチ、そしてこの奥行きですねが約 18.5 センチ、そして高さが 19.5 センチぐらいですかねの大きさになっております。非常にねコンパクトですし、
これ軽いですよ。なんか商品ページに 3.66 キロって書いてあったんですけど、ちょっとね、もっと軽いような気がしますね。ちょっと違ってたらすいません。で、あと、この辺で多分ね、角度をこう変えたりとかね、することができるんだと思います。あと、ここにですね、ネジがついてるので、三脚とかにつけられるのかな？ちょっと今ね、撮影用で三脚ここで使っちゃってるんですけども、ちょっとやってみましょう。例えばね、外でアウトドアとかで使うときにはこういったですね、三脚あれば、あ、これちょうどハマりますね。外で使うときなんかは、こういうですね、カメラ三脚。これが確かカメラ三脚って4分の1インチネジだと思うんですけど、こんな感じでですね、三脚につけて、外でですね、こんな感じで使うことができますので、これは外で使うことを想定してるとね、非常に良さそうですね。で、三脚だと、この、ね、高さとか、こっちだけ伸ばして上にね、この本体の方を、こういう風に斜めにするとか、いろんなね、使い方ができると思うので、この三脚つけられるのは、まずね、アウトドアシーン、まあもちろんご自宅でもね、この三脚あると便利なシーンあるかもしれないんですけども、これは非常にいいと思います。で、私もですね、細かいところは正直あまりわからないんですけれども、今回このですね、エモートン N1 に関しては、世界初ですね、ネットフリックス認証済みのプロジェクターということで、ここにね、ネットフリックスのボタンなんかもついてるみたいです。あとは、Linux OS を搭載していて、あとね、プライムビデオとか YouTube とかね、すぐにね、見ることができると。で、先ほどお話しした最大120インチで内蔵のスピーカーもですね、ドルビーオーディオ搭載で、10W のね、デュアル内蔵スピーカーで、クリアでリアルなね、サウンドを楽しむことができるみたいです。あとはね、ここにデバイス、ここ電源ですね、USB で繋いだりとか、HDMI で繋いだり、LAN で繋いだり、あとここ、ラインアウトだから外部音声繋ぐときですかね。ここの3つ、USB、HDMI、LAN でね、繋いで、好きなね、デバイスで簡単接続することができるというのが特徴になっているようです。あとはね、これからつけていこうと思うんですけども、このプロジェクターって明るさと画像のね、鮮明度っていうのが命だと思うんですが、500アンシルーメンというですね、この明るさ、そのアンシルーメンっていうのが国際基準らしいんですけども、いわゆる何ルーメンっていうのは結構ね、独自の計測方法らしくて、アンシルーメンっていうのは国際機関がね、定めた明るさのね、値になっているので、非常にですね、明るくてですね、圧倒的な鮮明さをね、出してくれるというところが今回のね、このエモートン N1 の売りみたいです。ではね、早速ね、これつなげてみようかなと思うんですけれども、これね、バッテリーとかは内蔵してませんので、この先ほどね、一番最初に見ていただいた、この AC のね、アダプターの方を接続しまして、アウトドアとかで使うシーンの場合は、ポータブル電源とかね、そういったものが必要になります。もしくはね、電源があるようなね、電源サイトとかであれば、そのままね、使うことができると思うんですけれども、外部電源の方が必要になりますので、そちらだけね、ご注意ください。では、こちらをですね、先ほどのこの DC のところにつなぎまして、このね、AC 電源の方を電源にね、つないでいきましょう。はい、これでね、今、電源の方がつながりました。特にね、マニュアル全く読んでないんですけども、ここがね、光りましたので、これをね、ちょっと押してみようと思います。あ、起動音がしましたね。ちょっとファンが回っております。ファンも非常にね、静かですね。あ、なんかもうついてる。あ、結構ね、明るいですよ。ちょっと、どこにこれ向けるのがいいんだろう。ちょっとね、壁がね、うちなくて、なかなかいい感じにこれを映せる場所っていうのが正直ないんですけれども、はい、ということでですね、ちょっとね、本当に汚いところでね、ちょっとガチャガチャしてるところも映り込んでしまってるんですけれども、今ね、うちのですね、わずかな壁のところにですね、プロジェクターの方を当ててみております。で、この後はね、なんかこのリモコンを使ってセットアップしていくみたいなんですけども、こうしていって、日本語はあるのかな、日本語ありますね。日本語、タイムゾーン、日本、Wi-Fi ネットワーク有効。はい、ということでですね、今設定の方が完了しました。
このね、リモコンを使ってですね、簡単に設定することができまして、今ね、Netflix の方もログインしている状態です。さすがにですね、ちょっとこれを流すわけにはいかないので、ちょっとね、YouTube の方に接続してみようかなと思います。YouTube ボタンを今押してみました。YouTube。これね、しかも、昼間なんですけど、今撮影してるのが、結構画面綺麗に映ってると思いませんか？さすがね、この500アンシルーメンっていうのがかなりね、この明るいプロジェクターの値らしいんですよ。ということで今ね、普通に撮影用の照明もつけてますし、部屋の電気もつけていて、さらにですね、日中なので窓からですね、外の光が入ってきてる状態にもかかわらず、これぐらいね、明るく画面の方が見れております。ちょっとね、他の方の YouTube をね、流すわけにもいかないので、ちょっと私のですね、YouTube の方を流してですね、音の方と、あと映像の方ね、見ていただこうかなと思っております。ハリケーン。これぐらい出るかな？出た。出ましたね、これ。これで、はい、私の、そうですね、映像がね、綺麗な、キャンプ動画をね、ちょっと流していこうかなと思います。キャンプ動画でですね、どれがいいかな、これ行きましょうか。ちょっと音の方もね、音もね、リモコンとかでここで変えられます。音もしっかりしてますし、映像も本当に綺麗ですね。今ね、ちょっとゴツゴツしたね、壁紙のところに当ててるっていうのはあるんですけれども、これをね、もうちょっと綺麗なですね、白い壁面に当ててあげたりすれば、もっとね、綺麗な画像で見れると思いますけれども、今ね、ここに映ってる分には、そこのね、あんまりデコボコ感っていうのは伝わってないのかなと思います。音もすごく綺麗にね、出てるんじゃないかと思います。これでですね、先ほどお話したように、ご自宅でももちろん使えるんですけれども、外でね、みんなでワイワイ遊ぶときやみんなでね、例えば友達の YouTube を鑑賞するとか、好きな方のね、YouTube を鑑賞するとかですね、そういった使い方もできると思いますので、ぜひね、こちら、皆さん活用していただければと思います。ではね、一旦映像の方、止めていきます。はい、こんな感じでですね、本当に思ってた以上に明るいですね。夜であればもちろんなんですけれども、これだけね、昼間の状態でこれだけ明るく綺麗に見えるっていうのはちょっと衝撃でした。こちらのね、エモートンさんの N1 ご紹介させていただきました。いや、これはね、ちょっといろんな使い方ができますよね。家でももちろんなんですけれども、外で本当にイベントの時とかにですね、映像をドドンと流したりしながらワイワイやったりね、音量もさっきでね、半分ぐらいまで上げたかな。結構なね、音量になると思いますので、これ1台でですね、楽しくですね、ご自宅、外のアクティビティでですね、使っていただけるアイテムになってるんじゃないかなと思います。しかもね、嬉しいのがね、冒頭お話見ていただきましたけれども、非常にこの本体がね、コンパクトなので、持ち運びもしやすいですし、あとね、お値段の方も、プロジェクターって結構ピンキリであると思うんですが、これだけ綺麗に映る、これだけの躯体でですね、楽天の方が今ね、安く買えるんですけど、元々のお値段が 59,800 円なんですけど、今 14,000 オフのクーポンがついているので、実質 45,800 円で購入することができます。Amazon も値段一緒なんですが、Amazon はね、12,000 オフクーポンなので、楽天で買った方がね、2,000 円ほどね、安くゲットすることができますので、楽天ね、使っているユーザーさんに関しては楽天の方がね、ちょっとだけね、お安く買えるかなと思います。
プロジェクターをですね、狙ってたぞという方はですね、こちら非常にね、高評価のですね、もう累計60万台ぐらいね、売れているプロジェクターシリーズの最新バージョンになりますので、ぜひね、チェックしてみていただければと思います。リンクの方はね、Amazon 派の方もいらっしゃると思いますので、Amazon リンクとね、楽天のリンクの方両方貼っておくようにしますので、ぜひチェックしてみてください。それでは本日はですね、こちらのエモートン N1 プロジェクターご紹介させていただきました。皆さんのね、想像力でいろんな使い方で楽しんでいただければと思います。それでは本日の動画は以上となります。よろしければチャンネル登録とグッドボタン押していただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。